はい、皆さんこんにちは。3分です。まず僕はニジオの大ファンです。しかしニジオの韓国での活動を反対、心配する理由があります。最初はね、ジェニン、日本人グループニジオが韓国で活動して人気になったらとっても嬉しいだと思っていましたが、なんか心配です。僕は芸能人じゃなくて YouTuber です。 YouTube をしながら韓国と日本のアンチコメントを経験してみた僕には、韓国のアンチコメントの方がもっとひどいだと思います。まあ日本のアンチコメントは可愛い水準です。韓国人見たくない、韓国人はあなたの国に帰れ、今はこんな日本人のアンチコメントを見ると可愛いだと思っています。韓国語の方がもっとひどいだからね。なんかちょっと違う話ですけど、僕は YouTube で家族の顔とか、今芸能界で活動している友達に絶対僕の YouTube に出演してくださいと絶対お願いをしません。正直僕 YouTube で僕の日常だけアップすればよかったと後悔したことがあります。まあ敏感な政治の話をした僕の責任だけどね。まあ最近はね、僕が日本の生活をしたらお母さんを見ることができないから、まあお母さんとの思い出を作りたくて YouTube でたまにお母さんの動画をアップしているけど、顔は絶対見せていません。なぜなぜ僕は日本人でもなく日本が好きな韓国人だけど、ただそんな人が嫌いな韓国人がいるからね。僕がなんか YouTube で話をしたらなんか日本の擁護するなんて、このように普通の人と考えが違う人のせいで僕はストレスを受けているけどね。芸能人の方がもっと大変ですよね。まあ僕はそんな人たちのせいで YouTube で出演する友達とか家族が被害を受けるといけないので、いつも最近友達とインタビューする前に、こんな悪い部分があるかもしれないけど大丈夫？と何度も友達に話してインタビューをしています。まあ実際にこの前家族が被害を受けたことがあるので、まあ、今は気をつけています。まあ僕は話したいことがあればどんな話でも話したいですが、家族とか友達が公開されている状態だからなんかパナルティがある感じですよね。パナルティ、なんか僕はこんな話をしたいんですけど、まあこんな話をしたら僕の YouTube でアップされている友達とか家族に被害を受けるかもしれないから、なんかパナルティ。僕は正直そんな人たちにまで日本の好きになってくださいとか、まあ、日本のいいところを見てくださいと話したくないです。しかし韓国が好きな日本人、日本が好きな韓国人、その人たちに傷つける人たちのせいで、まあ、二重が心配ですよね。まあ僕も韓国で練習生をした時ね、まあ本当に僕もその時17歳韓国の年で幼かったけど、なんか僕より年下の人を見るとき、わぁ本当にすごいですよね。わぁ僕より年下の人なのに、まあすごいですよね。まあこんな考えをしたことがあったけどね。まあ今日を見たら、今そんな若い年にデビューをしてたでしょ。まあ本当にすごいだと思っています。僕日本のアイドル文化はわからないけどね、韓国のアイドルファンたちの嫉妬する文化が心配です。僕が初めて練習生をした時が18歳か、韓国の年で17歳、その時練習生になったけどね、なんか幼い人にも嫉妬するアイドルのファンたちを見て本当に驚きました。14歳、15歳か。まあ日本だったら12歳か13歳ですよね。まあ20代、30代のファンたちが、その若い練習生たちに、なんでうちのお兄ちゃんに挨拶するの？なんで仲良いなの？なんか若い人たちに幼稚な嫉妬をするファンたちを見て本当にショックでした。最近韓国では芸能人に対する記事にコメントを書けなくなりました。まあその部分は良かったと思います。コメントってひどいですよね。そして事務所 JYP、 ニジオの事務所ですよね。その事務所は事務所に所属している芸能人たちの人生教育とかいろんな教育をしているからいい会社だと思います。まあアイドルのメンタル管理をちゃんとしてくれる会社だから、まあニジオが韓国で活動しやすい会社だと
思います。まあ僕の話をしたらね、僕の友達は学校で進学教育を受けるとき、僕は学校を辞めてそんな教育を受けたことがないので、今までもそんなことを学んでいます。まあ人生教育をちゃんとしてくれる会社なら僕はいい会社だと思います。僕 JYP で練習生したことはないけどね、なんか事務所 JYP は人生教育とかいろんな教育を良くしてくれる会社だと聞いたことがあるので、まあその時本当に羨ましかったです。うん、まあ心配ばっかりしたら世の中にできることはないんですよね。僕お願いがあるけど、ジェニン日本人グループ NiziU が韓国で人気になって、日本が好きな韓国人がもっと増えてほしいです。まあよくわからないけどね、ジェニン日本人グループが韓国で活動している姿を、まあ、見たことないです。日本が好きな韓国人としてとても期待して応援したいです。NiziU、ファイト。